Welcome to Kimono Mom's Kitchen. I'm Moe and this is Su-chan. Today we are going to show you how to make pudding. It's so easy and super delicious. So please try. Alright, let's get started.1、2、3、4、5、6。世界中にプリンに似たようなお菓子ってあると思うんですが、日本のプリンは結構シンプルやと思います。作り方もシンプルで、材料も4つです。子供がさ、一緒にお料理するときはね、ぬれ布巾とかを下に敷いてもいいけど、最近はシリコンのラップ代わりのものをボウルの下に敷いてます。ここに卵を割ってください。 Crack 4 eggs. If the eggs are small, use 5. 中の白身全部入れてね。もう毎日卵割ってはるから手慣れてきたよね。あと1個だ。頑張れ。そして混ぜる。これ？さあ、それで混ぜてくれる？ なんか久しぶりにクッキングやんねんけどさ、急になんかこう勝手にやるすがたを見て、あ、なんかもう私がいなくても作れちゃいそうだなってキュッとキュンキュンとしちゃった。なんかちょっとうるっとしちゃった。上手。なんか涙出てきちゃった。こんぐらい？見して。おお、上手上手。うわ。 牛乳入れるね。入れられるかな。500ml of milk。60になるまで入れて。60grams of sugar。これは9。まだまだだ。52、あと8だ。あ、61だ。1減らして。あ、なんだ。 ゼロだ。イエーイ、できた。砂糖を入れてください。はい、どうぞ。くるくる混ぜてください。はい、今私お砂糖入れるの忘れてたけど、卵入れてお砂糖入れて牛乳入れると混ぜやすいです。バニラオイル、ちょん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 、お願いします。ちょっと、いいかもいいかも。次は何ですか？もう、あとね、こすだけ。 Strain the liquid to make it smooth. じゃあ、カラメルを作りますね。なくてもいいんだけど、ある方がプリンの味のアクセントになって美味しいので、作ることをおすすめします。でも、お砂糖の量とかを気にする方はやめといた方がいいぐらい、お砂糖は使います。 80g of sugar. お砂糖を80g入れます。お水大さじ3ぐらい入れて、 Heat 80 grams of sugar and 3 tablespoons of water and mix until caramelized. Put the caramel under the cup and pour the pudding liquid into it. Pull it in the oven and pour hot water on the baking pan. Bake at 160 degrees for about 25 minutes. プリンができ上がりましたね。食べたい。熱々プリンだ。気をつけてね。熱いから天板の中にお湯張ってるから気をつけてね。これが流れ出てかかったらやけどしちゃうからね。 美しいわ。プリンでやった方は綺麗になりましたが、いわゆるプリンカップみたいな細長い方でやった方は結構すが入っちゃったのと、残って盛り上がっちゃった。粗熱を取ったら冷蔵庫に入れて冷やします。よっしゃ、ママの隣がやった。綺麗にできたでしょ。いくよ。 沈んじゃったけど、いいでしょ。残っちゃったけどね。美味しそう、トロトロだ。プリプリだ。プリプリだよね。うん。
素敵ね。プリプリプリン。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。かわいいね。ちょっと一口ちょうだい。とろける。美味しいじゃん。プリンって何でできていくの？何で作った？すーちゃんプリン忘れちゃった？忘れた。何やった？卵。卵、あと牛乳。卵と牛乳と、で、卵が火が通ったら卵って固まるから、それで固まってるんだよ。卵と牛乳とお砂糖だけだよ。一人でも作れそうじゃない？何する？今度すーちゃんまた作ってね。一緒に作ろうね。何作りたい？プリンセスのレシピ本から見てみようか。それのジャパニーズにしようか。うん、あ、おいしい。よかった、上手にできた。バイバイ。おいしい。おいしい。パパ、今プリン食べてる。あらりん。80になるまでお砂糖入れて。全部入れちゃって、しっかり押さえて混ぜてね。うん、持ってくれる？いや、固まってないか。パパ、すーちゃんと一緒の海にする？ちょっと、食べてみたい。